国内でその仕組みみたいなのができたんですけどもやっぱり次大事なのはですね世界中で同じルールで戦かないと意味が出てこないのでそのルール作りを今やろうとしています。ですの日本のこの今150を超える企業たちやです、ね、あの自治体や団体さんとの連携しながら。 絵画で今40ぐらいの企業とですね大企業さんと連携しながらそのえっ、ー、とルール作りをですね今やろうと思っています。それはやっぱり基本になりますよね。ですからルールが一緒じゃないと意味がないのでそのルールのために今話し込みをですねしようと思っています。そのルールができると今度はその地上の資源だけで回るようになるんですね。 ででからあの集めた、えー、と例えば服はです、ねえー、1回じゃないよリサイクルは。やっぱり5回以上ができるような仕組みや技術を持っているところの商品を消費者買いましょうとか、えー、アパレルやメーカーはです、ね、そういう技術を持っているところのです、ね、投資しましょうとか一緒に事業をやりましょうとかそういうふうになってくるんですね。でそううなっていくくとと同じルールーで戦うと普及が早くなって ていきますしそこに人もの金の投資が入ってくるんですねですがルールがバラバラだったりその知識がバラバラだったら何も進まないんですで、国内の今考え方は本当ある程度一定のルールができ出したんですねそこの上で今戦おうとしてますのでそのルール作りを世界中でまず1個やりたいなというのが一つで、そのルールができたらそれを加速度的に回す方法を こうやっていくと人物の金をそこの地上の資源のまあそういう仕組みに投資する仕組みを作っていくというのがまあ私の夢ですねそうするとぐる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 石油を使わないえ社会ができますしえとパリ協定もそうなんですけども石油はその採掘可能な石油でも3分の2はもう実はもう取れないんですよねそれは CO2 が出るからだからといって経済が半分になるわけじゃない半分以下に。 その石油の代替を地上の資源に実は求めてましてやろうと思ったらもうできるんです実はただ若干最初のコストが高いとか仕組みができてないルールができてないというだけなんですねそれさえ一度クリアしたらこう大回転が出てきてこうバランスが出てくるんです地下資源と地上資源が。 今地地上資資源源ゼロでですすねね下資源ほとんどです、ね、これがどんどん少なくなってこれが大きくなってバランスが取れて CO2 が出なくなって石油が全然使わない世界が出てきて戦争や手量が半分になるとこういう仕組みがあの10年後20年後には当たり前になってきますのでこれをやりたいなと思っています。日本環境設計は消費者参加型のワクワクドキドキするような、えー、社会をです、ね、形成していきたいと思っています。 まあそれはですね商品を売るだけじゃなくてリサイクルの仕組みがあって初めて商品を売れるんだとこういう世の中はです、ね、10年以来に必ず来ますので、まあ、そういう一緒にですね、まあ、日本環境設計と事業をやりたいなもしくはですね日本環境設計で就職して仕事したいなという人が来たらです、ね、ぜひぜひ問い合わせてください。一緒に循環型社会を作りまましししょうよろしくお願いします